今から始めます。はい、お願いします。お願いします。青年団の時から、ちゃんと聞いて、叩けるよみたいな雰囲気。聞いといてな。Thank you.
最後は足ここに入れて、足ここに入れて、ここ、ここ、金見えなかった。チャン、チャン、チャンの時はずれたらあかんから、右手見ながら、これも両ストレッチ全部両手いっぱい、もう真ん中にかけて、で、彼見ながら乗ってThank you.
うん、ちょっとだけ頑張って。説明していただこうと思っております、本日ねお越しいただいている、板谷工務店さん、木下彫刻さんということで、板谷工務店さんには、だんじりの作りの説明や特徴というのを説明していただきます。で、木下彫刻さんには、彫り物の説明等ですね、していただきますので、よく聞いていただきたいと思います。では、板谷工務店さんどうぞ。このだんじりを作らせていただきました板谷といいます。青年団って言ったら今いくつかな、16歳ということは30ぐらい。このだんじりは前のだんじりは知ってるのかな、まあ、引いてたのかな、はい、前のだんじりはまあ結構ちょっと小ぶりのだんじりやったり、まあ、今回これ新潮委員長さんはじめ新潮委員会の人たちがまあの依頼としては、まあ屋根の幅がこの幅で高さはこの高さで作ってくれっていう依頼で、まあうちとしてはまあ看板になるだんじりとして、まあ泉市に対してはまあうちの看板だんじりとしてまあ高額のまあ値打ちといたしましては、まあ彫り物とか形もあるんやけども、材料のケヤキっていう材料はまあ僕はもう立ってる姿から知ってて、その立ってる姿っていうのはもうとてもじゃないけどでかすぎて、もう自分は用は使わん違うかなって思うぐらいの材料だったんやけども、まさかそれを切った時に手に入れることができるとは思ってなかった。まあ運が良くてたまたま手に入って、でそれを原木に惚れてしもたのが一ノ部の町会の人たちが木を見てだんじりを作ろうっていうことになって、まあその当時、まあ、結構前やけども、まあ変な話うるさいおっちゃんが涙流して僕に握手してくれるぐらい喜んでくれた木で、でもそれでだんじり作ろうって、まあ、一致団結したのがきっかけで、
でこの木は、立ってたのは千葉県の柏市っていう、ね、民家の庭に立ってた木で、関東の方に行けばその家の敷地内が、まあ、広くて、そこは雪が降ったり、まあ、関東平野っていうのはあの海もなく山もないから風通りがすごい良くて、そこに雪、風がを防ぐために屋敷林といって、屋敷、家の庭にいっぱいボンボンボンと木を先祖代々からもうあの建てて、その家を守るっていうための木やったけども、まあ、その木が、まあ、このだんじりの木は樹齢400年ぐらいで、まあ、長さは12メートルぐらいの、重さが18トンぐらいあったトレーラーにドーンと乗せるの一本しか乗せられへんようなごっつい木やったりとか、まあ、その木は何に使われるかって言うたら、雪が降ってきても庭に雪がたまらないように枝で雪を支えてぼちぼち雪を落とすっていうことと、葉っぱが落ちて庭に葉っぱだらけになるんやけども、それを拾ってその肥料にするっていうことと、風よけのために建てられた、そういう屋敷林っていう木なんやけども、まあそれがまあ樹齢400年も経てば人間で言うたら100歳ぐらいになるから、じゃあそのよう歩くこともできへんし、自分で食べることもできへん、人間で言うたらね、水飲むこともできへんぐらいの年齢の木になってしまう。それを出来上がった木って言うんだけど、出来上がった木をあの水をようあげらんから、木が自体がじゃあ100メートルぐらい咲いてるんだ、ずっとその枝がこれぐらいの太さの枝があの水が足りへんもんやから枯れて落ちてくる。その落ちてきた時にその家に当たったら具合悪いから切りましょうっていう話をするんやけども、まあ、あの自分の娘を嫁に出すレベルじゃなくて、もっともっとあの身内とみんなで相談してで切るっていう話をして、で切ったら打って、それをまた家を守るために何かの足しにするっていうのが、まあ、その木の目的。それはもう何代も先の人が植えたもの、江戸時代より前に植えたものが、まあ、こういうその木を調達できて、まあ、この立派なだんじり、まあ、このだんじりの値打ちっていうのは一本の木で作ってあるっていう、まあ、他にもいっぱいだんじりあるけども、まあ、立派なだんじりあるんやけども、まあ、こんだけ色の揃っただんじりっていうのは木の一つの木がもちろん色揃うから、これがこのだんじりの特徴と、まあ、あのこちらにおる木下さんの彫刻でと、まあ、うちのこの形で、まあまあ、泉市に対して、まあ、一番でかい、どこにも負けへんだんじりを作り出していただいたっていうのが、まあまあ、ちょっと分かりかねるかな、やっぱりまだできた時は、まあ、子供やったんじゃんかな。で今どうですか、そのだんじり、このだんじりは実際のところ、大きいですまあうちとしてはもう看板のだんじりで、まあ、どこにも負けないよっていう、ここから先どこのだんじりができてきても負けないよっていう気持ちで、まあ、このだんじりを作ったんやけども、いいですか。あと、まあ、彫り物に関しては、まあ、僕ら分かれへんのであの木下さんにちょっと説明していただけたら。はじめましてになるんか、ご無沙汰してませんになるんか分かりませんけども、木下です。ほんならちょっと彫刻の方を説明させてもらいます。まあ、こんだけのパーツがあります。前の腰、組み門、末祭、後ろの見送りの下 の本能寺の変とかいろいろあるけども、やっぱりこれだけのパーツだったら自分の中で、ここは気に入ってるとか、ここはどうやるとかっていうのをいろんな思いがあるんですよね、こうやって作ってると。で、一応僕は木下彫刻工芸の3代目で、木下俊次郎という人がうちの初代なんですけども、で、その俊次郎さんが、昭和6年に岸和田に来てから、岸和田に根を張って商売始めて、
今で92年、あと8年で100年です。でその歴史の中で、この俊次郎さん の3本の指に入るっていう対策っていうのが、岸和田の中の浜町の平将門の最後で、大手町の佐久間現場の乱入で、貝塚東 の川中島の合戦、この川中島の合戦が大好きで、場面も好きやし物語も好きで、で、この新潮当時のこれ木下さん、ね、何掘りたいねんってなった時に川中島の合戦が掘りたいって言うてこれが通った。でこれがそれがこの正面の泥幕なんで、見てもらったらこの泥幕なんやけども、で僕まあその木下俊次のおじいさんに挑戦するっていう意味で精一杯させてもらって、僕にとってはもうすごい納得のいく作品にはなってる。でも職人というのはずっと勉強、死ぬまで勉強と言われてる中で、これはこれでその当時 120% の力を込めて彫った彫刻やけども、次やったやつはそれ以上も目指さな、嘘になる。これどんな仕事でもそれは言えると思う。でそういうふうに思いを込めて作った彫刻で、その中でまだもっと別で言うたら、その甲羅を立てかけてる欄があるでしょ。でその甲羅内っていう間に人物の彫刻が入ってると思うんだけども、これは小栗街道のあれで、その話の中から取り入れた小栗判官っていう物語のやつやねんな。でそれはこの新潮当時の時に、その新潮委員会の人が和歌山の竜神温泉かその辺まで行って、わざわざそこまで行ってその写真を撮ってきて、でこういうたまたま18枚ちょうどあったんでね、これ18枚あるんやけども、でそれを掘ってくれっていうことで、そういうふうにもういろんな人がいろんなことを動いて勉強して動いてやった、やって題材決めた場面の一つ、部品の一つやね。だからそういうみんなその当時の新潮委員会の人の思いとか、そういうのもそういうのがこもっただんじりっていうことだよね。でまあさっき言うたように、昭和6年宇治のおじいさんが岸和田に来てもう100年経つ。これもずーっとこの僕らにしたらこの彫刻の家業を継承するっていう意味で僕が継承してきたつもりやけども、まだまだ未熟やけども、でもこのだんじりを祭りっていうのもまた継承だんじり祭りっていうのもまた継承やからね、先輩らの思いっていうのね、まあどの町も思ってると思うけども、自分のところが祭りが一番やと、その思いっていうのをずっと引き継いでいってほしいっていうのもで、まだこれもそうやけど、僕この段階で一番なんかこう思い出した中で一番なんかしっくりくるなっていうのがこの部分やねんね。もっと分かるかな、分からんか分からんけども、この鳥居がここにボーンってこういう風に入ってる松浦、これ松浦っていう部品なんやけどね、こういうのはちょっと珍しいんですよ。でこれ図、僕図書いたんやけども、こうやってこうやってああやってってこういろんなこの人物の配置、馬乗り入れてとか、でこの段階では特にでかいから、この松浦のこの米っていうのがすごい幅広い。だから馬乗りが入って人物が入ってっていうこともできる。これはもうこのだんじりでこの構造やからできることであって、だから最近のだんじりっていうのはちょっとこれがこの泥幕っていうのがちょっと前に出てくるものが多いんですよ。出てきたらこうこれが斜め45度の斜めになってるからこうなってくると、ちょっとこう出たらこんだけ彫り面が狭まる。こんだけ狭まったら人物の配置が変わるんです。
馬乗り入る入れへんっていうのも出てくる。でもこれは飯田谷さんとこのこの電話で起きから馬乗りが入ってこれだけ豪華になるっていうのは、そういう材料団地の構造からも彫刻に対彫刻のに、影響が出てくるっていう。でこの部分っていうのがだから強すぎてね、どっちにまでもなんか一延べったのこっぱって出てくるみたい。だからちょっと個人的な好きな部分だよね。どうもこの部分だけは特に好きなんやけど、まあ、そういう風のをちょっと知っといてもらえたらと思います。でこの場面も珍しいね、松田に織田信長の熱田神宮参拝って戦勝祈願のやつなんだね。いやこれも木下俊二郎さんが大手町か大手町のところの平の泥まぐれ横の泥まぐれで掘ってるやつ、これも木下俊二郎さんに挑戦したやつ。まだまだ裏美術家やから到底足元にも及べへんけども、その当時は 120% の力でさしてもらいました。本能寺の変の場面っていうのはまあまあ少ないですよね。でこれに関してはお寺の境内の中に中で起こったことやから、馬乗りの普通馬乗りって見送りの中には5体入って人物10体とかなるんだけども、でもお寺の境内の中に馬が入ってるの少ないと。でも、実際ね本能寺の変の中で馬乗りがお寺の中に入ってっていうのはあまり考えられない。でも馬乗りがないとその場面的に寂しいということで3体は入れてるけども、その代わり人物を増やしてっていうふうな工夫がされてて、で、本能寺に関してもしっかりなんかお寺の様子っていうのは大工さんに組んでもらって、伊田大さんに仮組みやっておられて、そこに彫刻を施してっていうふうな工夫がされてます。でここの階段のところもほんまこんなんじゃないやろうけども、この団地の構造上階段にしたりとかね、もういろんな工夫が入ってるんですよ。だそんな、まあ、こういうところですよね。こういう伊勢込みあって、ここも普通掘り込んだりするんだけどね。これね、下の金物掘りっていうのをパパッてはめて、そういうふうに豪華に見えるように工夫されてるっていうのをちょっとまたこれも知っておいてください。はい、それではね、伊田谷工務店さん、木下彫刻さん、本日お時間いただいてどうもありがとうございました。ささやかですけどもお礼という意味で、拍手をお願いしたいと思います。はい、それでは以上で、ご説明いただいた件、終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。